はい、しおチャンネルのしおです。今日も一日楽しんでいきましょうということで、今日はね、ゴーヤ苦売りのね植え付けを行っていきたいと思います。皆さんゴーヤ苦売りお好きでしょうか？私はね、母が鹿児島出身なんで、子供の頃からよく食べてました。まあ苦いんでね、こんなもん食べれるかーって思いながらね、嫌な感じだった記憶はよくありますけど、大人になるとね、不思議と美味しく感じるもんでね、まあ毎日、収穫できた時は食べてます。まあ料理としてはですね、バリエーションがうちはそんなに多くないんですけど、チャンプルにしたり、豚肉とまあシンプルに塩コショウで炒める、あと好きなのはね、薄く切って湯がいて、水切って、それを塩昆布とね、あえてあげる、うん、あとはですね、肉詰め、等々ですね。あとは完熟して黄色くなったらね、それをね、生のまま、マヨネーズでいただいたりもします。子供はね、未だにね、食べきらんのでね、まあ、大人の道楽みたいな感じなんですけど、でかい団子虫ね、見つけたね。もうちょっと時間くれんかな？それママ、もちろんばあちゃんの帽子やけん、よこしたら怒られるって言っとろうもん。ね。せいちゃん、一回家に入りなさい。という感じでね、常にちょっと邪魔されながらなんですけど、どこまで話したかな。はい、ということでね、基本的な畝なんですけど、まあ普通にね、こういう風に畝立ててやるときは、まあ、幅70センチ、で、スクリーン式にして、株間40から50センチの間ぐらいでやる感じですね。で、結構生育旺盛なので、うちはね、節なり性のやつは、あえて触らないです。あれね、こまめにやっとかないとね、結構なり疲れしてすぐ枯れちゃったりしたことがあるので、もうね、通常の、株を使ってます。要はですね、収量アップさせるのであればですね、摘心をね、親づるしてあげて、だいたい葉っぱがね、10枚ぐらい。これだったら分かりやすいかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 枚ね。あったらここの親づるをね、摘心ここね、ピッと切ってあげて、小づるを伸ばして収量アップすることができるので、わざわざね、節なりを買う必要は一般家庭ではないかと思います。我々でね、ちょっと管理が大変なので。はい。で、こちらね、今回は、我が家はですね、壁際にやりたいと思います。ここです。はい。で、ここはね、ちょっとのずみをしていた区画になるので、結構肥料が効きすぎてると思うんですね。雑草なので。ですからね、1平方メートルあたりに化成肥料40から50グラムで、あとは牛糞堆肥を、0.5 ぐらい、軽く施します。で、全面施工、全面的にね、施工して今回やろうと思います。一応ね、株元から離してやるやり方もあるんですけど、まあ、生育旺盛なのでもそこまでしなくてもいいかなと思ってですね、今回はそういうやり方です。で、雑草対策としてやっぱりね、マルチは張っておきたいのでね、そのようにやっていこうかと思いますが、今回もですね、まあ、先日立てたスイカの、スクリーンもありますけど、同じようにね、ちょっと立てていって、まあ、スペースがね、今6株用意してますんで、開けば、別のね、植物、つる性のやつもね、誘引してあげようかと思いますので、今からね、ざっとね、作業を進めていきたいと思います。まあ、ちなみに、適当にやっても、ゴーヤ、簡単に育っちゃいますんで、特徴的なポイントっていうのは、他の野菜に比べるとないですね。まあ、あえてポイントだとさっき言った10枚葉っぱなった時に親づる摘心して、子づる誘引する。あとはね、ヒゲ巻きつけて、こう伸びていくので、熱湯を使った方が楽。うん。あとはまあ、支柱のてっぺん届いたら切ってあげて、またね、子づる孫づる伸ばして、繁茂させる。で、害虫つかないから、まあ、緑のカーテンにも使えるし、まあ、最初のね、実の2、3株ぐらいは、あえて取ってあげてね、株に勢いを持たせる。まあ、それぐらいだと思います。ということで、ちょっと話長くなりましたので、また30分ぐらいで、日も暮れてしまいますのでね、作業始めたいと思います。
はい、なんとかですね、日が暮れる前に、作業を終わらせることができました。だいぶ暗くなってきたので、そろそろね、家に入らなきゃいけないんですが、まあ見ての通りです。結構ですね、4m20 の、高さが、まあ、2m10cm を 30cm 埋め込んで 180cm ですね、手が届く範囲でのスクリーン仕立てということでね、支柱を立てました。まあね、毎度のことだが補強もこうやって入れてます。筋交いも V 字型に入れてますんでね、まあ非常にね、風が吹いても倒れないと思います。あと、まあ真ん中に後日ですね、このね補強を追加すれば、方法いいかなと。それでまあ急ぎやったんでね、まあ細かいところが、雑なんでね、また時間をとってね、少しずつ仕上げていこうかと思うんですが、何分ですね、よく考えたらゴーヤにこんだけのスペース使ったらもったいないですね。うん、もったいない。ということで、こちらね、腕幅をですね、ちょっと広めてですね、80センチぐらい取ったんですね。1メーターから80センチの間ぐらい。で、今こう瓦ね、押さえてるんですけど、こちらもね、ちょっと有効利用したいと思います。ただ、相性のいい野菜っていうのがゴーヤとね、わからないんですよね。つる性のものはね、もう一緒に這わせるのは嫌なんで、ここにね、何か高さが、まあ、そこまで大きくならないものを植えたいなとは思います。まあ、気にしなければね、ナスとかトマトでもいいと思うんですけど、何か良さげなのありますかね。うん。で、まあ、6株なんですけどね、ゴーヤ我が家でも人気なので、で、あと植え付けながらですね、先の方はもう摘心しました。これからはね、子づるがどんどん伸びてこう繁茂する形にはなるので、まあ、2ヶ月もするとですね、緑のカーテン状態で、綺麗にね、またねお見せできるかと思います。収穫もまあ2ヶ月ぐらいから始めて、最初の1番目2番目3番目ぐらいはね、なるべく取ってあげて株に勢いを持たせようと思いますので、あとはまあね、肥料切れを起こさないように注意することと、まあどうですかね、ゴーヤもまあ時期になると安いんでね、そこまで大量生産してもあまり配っても喜ばれないので、あとはですね、我が家で食べる分ほどほどできて近所に配る分できればいいと思います。あとここちょっとスペースがね、一株分は空いてしまったので、ここにちょっとね、何植えるか、ちょっと考えていきたいと思います。予定では今うちでね、這うやつで余ってるのが四角豆、つるむらさき、あと、山芋ですか。そこら辺をちょっと植えていきましょうかね。あと、これ紹介したかな。これね、探検種の自然薯ですね。まあ、正確に言うと自然薯じゃないらしいんですけど、ここにもスクリーンを貼ってやらなきゃいけなかったんでね、このようにね、追加で入れてます。ですから、ここで、ね、また、後日、植え付けの動画は、アップしてなかったんですけどね、結果なんかもね、まとめて、送りできたらと思います。まあ、なかなか仕上がりはいいですね。もう5年もやってると、だいぶね。あとも手抜きでですね、縛ったりするのめんどくさいんで、全般、これですね、よく100均で売ってある、この結束バンドで結んでます。結束バンドで、結束バンドね、ワンシーズンぐらい全然持つんでおすすめです。まあ、カットするときはニッパー使いながらやるんでね、まあいろいろな商品ありますけどね、まあこういうの強度も出るんで結束バンドでいいのかなと、最近は思いました。といった感じでですね、急ぎで、作業しましたんでね、ちょっとバタバタしてるかと思いますが、ちょっと子供にも邪魔されたんでね、それで20分ロスったんですよ。まあこんな感じで、今日も作業を終えますので、皆さん梅雨になる前に、もう一踏ん張りなので一緒に頑張っていきましょう。ということで以上、しおチャンネルからでした。どうもどうもどうも。まあ、ゴーヤだからね、そこまでねポイントがないっていうのが辛いですよね。まあ、スイカとかね、まあ他のやつだったらね、いろいろ動画で、ポイント、ついていくことができるんですけど、まあ、ゴーヤ簡単なんでね。ということで、優秀な野菜だと思います。以上です。